K 愛子は、宮城県栗原郡出身の元女子、プロレスラー。本名、千葉愛子松永健二元前、女副社長の妻の名にあたる。全日本女子プロレス令名機に活躍し、日本人初の和は世界シングル王者であり22度の防衛記録を持つ。さらに同期の岡田京子と共に、美人レスラーの先駆け的存在でもあり。 マッハ文明がデビューする前の全女の顔であった。1965年、全日本女子プロレスリング協会に入門。1967年7月1日、日本女子プロレスでデビュー。1968年、全日本女子プロレス旗揚げに参加。1970年10月15日、マリー・バグノンを倒し、第3代は世界シングル王者となる。 これを機にワワの赤いベルトが広く知られるようになった。その後、ワワ世界シングル王座を22度防衛。その間、ジャンボ宮本とのタッグで1971年6月30日には、初代ワワ世界タッグ王座にも君臨する。日本人女子として初めて金網デスマッチにも挑戦した。1972年3月9日。 ジーン・アントンに敗れ王座陥落も二度帰り咲く。同年7月1日、三度目の王座陥落。直後の7月26日に、和は世界宅王座二度目の帰り咲きも9月18日、陥落。その後引退。ドクマムシ・サンダユーによると、久米博ロが担当していたラジオ番組内で敬愛子の相手をしたことがあり、 飛び蹴りが誤って顔面に当たってしまったことをドクマムシが担当する長寿番組ドクマムシサンダユーのミュージックプレゼント内で語っていたことがある。ありがとうございます。